はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。信忠での、信長の野望曹操戦国志典の続きですね、プレイをしていきましょう。前回までにですね、畿内一帯は心中させた勢力も含めてほぼ制圧したというところでですね、今回はその続きからになります。でですね、ちょっと始める前にお伝えしておくとですね、今回軍団を再編成をちょっとしておきました。大きくですね、信忠の直轄も含めて5つの軍団に分けてます。まずこちらの信孝、拠点8、武将34、兵数2万2000というところですね。ここはまあ長宗我部と、あとはまあ毛利が攻めてきた場合には、毛利に対してもまあある程度、牽制をさせるという部隊。で、あとは信雄ですね。拠点9、武将31、兵数2万。で、これがですね、完全に毛利に対しての備えになってますね。で、あとは信積ですね。拠点6、兵数2万3000、武将16。これが対上杉。で、あとは信兼ですね。拠点11、兵数1万6000。武将14というのが、徳川ですね。今、徳川に対しては、和睦状態にしました。とはいえ、6ヶ月でまた和睦が解けますので、信兼に関しては徳川に備えるという形で、信忠は直轄で、兵数は7万超えです。なので、信忠の軍勢を、ある程度、遊撃部隊というか、攻めるところに対して、派遣していくというところで、やりくりをね、していきたいなというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。今はですね、この姉小路を攻めてます。姉小路が今2つですね、拠点を持ってますが、この姉小路を抑えて、上杉をですね、攻める逆にっていうのと、あとはやっぱり毛利、長宗我部ですね。ここをなんとか抑え込んでいくっていうのをやっていきたいと思います。で、外交状況なんですが、長宗我部と毛利の同盟が、残り1ヶ月ですね。これがどうなるかというのが、ちょっと今後注力していくところ。で、徳川に対しては今、停戦4ヶ月残しているというところですね。で、上杉、徳川、北条が同盟を結んでいるので、ここにね、どう対抗していくかというのが一つのポイントになっていくかなと思ってます。では、続きをプレイしていきます。まずは、建設系ですね。ここはもう委任をしちゃいましょう、思い切って。で、自分の拠点の数がだいぶ減ったので、少しはね、やりやすくなったかなというふうには思ってます。で、次狙ってるのがここですね。もう紀伊半島から、伊勢かな、紀伊かな、鈴木家を取ってしまって、なんとか一気にね、型をつけたいなと思ってるんですが、ここに今長宗我部軍が駐留してて、なかなかね、思うようにいかないっていうのがあります。なので、長宗我部勢が引き上げたら一気に攻めてしまいたいなと思ってます。敵が我がで、手取領内に向り城にかっ対しておりてます。7800か。出陣するぞ。今この手取り城って全然勢力ないんですよね。なので、この手取り城にじゃあ軍勢を出していきましょう。いざ行く備え。もう鈴木をこの際一気に攻めますか。手取り城に応援を出すように見せかけておきつつ、実は鈴木を攻めるっていうのもね、ありっちゃありですよね。で、あと畿内からという点で言うと、長宗我部がどんくらい軍勢をね、出してくるかっていうところですよね、一つは。で、信忠も兵7900を引き連れて出陣していきましょう。これを一気に鈴木に当てていきます。で、御所からも出撃をさせましょう。こんなところでいいかな。ちょっとやっぱり気にしてるのが、この毛利戦線なんですよね。で、姉小路家に関してもちょっと心配の種ではありますと。我が領内で、に大御所に敵対が迫しってており攻ます。めてきましたね。やっぱり。やっぱりって言った方がいいかな。
大御城に対して軍勢が出てくるということなので、まあ、大御城に対してはね確実に守りを固めていかなきゃいけないところなので、大御城に対してもちょっとね遠征軍って形になりますけど、軍勢をきっちりと出していきましょう。我が道を開けよ。心配なのがここだな。持つかな。ちょっと急いで急行しないと、もしかしたら。かしこまりました。この手取り城が落とされてしまうかもしれないな。信孝も取り急ぎ手取り城に向かいましょう。お任せください。で金松くんはかしこまりました。軍勢と長宗我部の軍勢ですね、こちらに当てていきましょうか。でさらに援軍要請はできないね今、ではこれでいきましょう。城が取り囲まれました。敵が我が領内に向かっております。武田城に1万2500。敵が迫っております。武田城に1万2500か。武田城はどこ？ここか。ここに1万2500って結構な数ですね。ここには左近をじゃあ派遣しましょう。出陣します。あとはねもう適当にやってもらいたいなぐらいな感じなんですけどね、カクカクの軍団の方でね。ただ武田城は落とされたくないので軍勢派遣しておきましょう。そして気になるのがこの姉小路なんですよね。姉小路の方はただ落とせるかな。何？残念だな、徳川に取られたか。敵が我が領内に向かっております。ここは徳川に取られましたね。では軍を引いていきましょう。移乗する。戻るとするか。移乗するぞ。ここさえ取れればまあよしでしょうと。ただここも敵の影勝の援軍が来る前に落としちゃった方がいいですね。ちょっとこの後合戦を回戦ですねしていきましょう。でそれとは別にここはなんとか救援が間に合ったかな。数は敵の数7000、味方が5000、まあ、なんとか手取り城は守りきれそうかなというところですね。であとはやっぱ数と用のところだよね。ここがちょっと厳しい状態になってるよな。このまま行くと和豊が毛利に飲み込まれるし、しかも清水宗春だしみたいなところでなかなか難しいな。今大御城に駐留させてるこの部隊5000を出しちゃうと今度大御城が危なくなりますよね。まあ、間に合えばですけど、一旦やっぱりここはとはいえ山内和豊さんを助けに行きますか。かしこまりました。でその間にこっちは影勝の援軍が来る前に回戦して城を取りましょう。何？敵の野手？引け！退却する！やってくれる！
くだらんところで兵力を使っちゃったな。そしたら一旦中断して、軍勢がだいぶ減ってしまったので、これが戦の作法よ。ただ機運上取ったか。よし、だったら起床させましょう。起床するぞ。心配がやっぱりこっち西の方になってきますね。そうなるとここはなんとか踏ん張ってほしい。お任せください。しょうがない、ちょっと山内が持たなそうなので。いやーでも一旦山内に軍勢差し向けるとかなり厳しくなるな。どうしようかな。援軍要請できないよね。山内和豊、効果というとこですけど、どう考えてもやっぱりこっち側に軍勢がいないな。ちょっとやっぱりー徳川戦線に軍勢を出しすぎた感じかな。となるとどうしてもやっぱりここで鈴木は滅ぼしておきたいですね。我が策で勝利をつかみます。上武吉が来てるんだな。武吉が4700、左近2200に、カスヤさんで合ってるかな、カスヤ竹則3900。これを当てればまあ武吉は撤退させられるでしょう。ってなるとやっぱり和豊の方にちょっと急ぎ救援を出しましょうか。お任せください。清水影春4400に対しては三好正勝くんに頑張ってもらいましょう。で川尻秀長も出すので、まあこらえきれるでしょうというところですね。そしたら信忠も出てるし、ここで一気に鈴木を滅ぼしましょう。敵を追い詰めます。そしたら長時間もね、頑張る理由なくなりますからね。信忠自ら人が持ってしまってるんだ。もっとちっぽけな人かなというイメージがあったんですが、行くぞ引くぞ、乱射ぞ。ここはもう序盤を出していきましょう。そのままやってくる。首里をこの鈴木最長を滅ぼしたら、この軍勢を本位の攻勢に対する援軍として差し向けていきましょう。今目下はもう一角がこの辺りがね、注意しなきゃいけないところですね。長宗我部も怖いですよね。城門を破壊しました。敵城門突破しました。このまま行けば城門を破壊しました。あと今後のですね、ゲームのプレイ性なんですけども、ミカミックスの方では、G ジェネレガンダム系のゲームになりますけど、 G ジェネ、あとは12月になりますけどパワープロヒーローズ、こちらの方はねプレイ確定予定と聞いてます。で僕の方はですね、11月真田丸の無双ですね、戦国無双の真田丸、こちらのプレイを予定してます。あと年末になりますけども、三国志のパワープキットですね、13のこちらの方が出ると思いますので、そのあたりはねプレイをしていこうかなと思ってます。さあでは援軍として差し向けていきましょう。戻ります。で信忠もちょっと自ら采配を振るいに行きますか。
もし取るんだとしたら今チャンスなのはこの角本城ですよね。行くぞ。こう取りに行きましょう。毛利ともう開戦してしまってる状態ですからね。まあちょっとゲームの話中断しちゃいましたけど、一応プレイを予定しているゲームとしては今お話したあたりのゲームをプレイしていこうかなと思ってますんで、ぜひぜひ皆さんにはですね引き続きいろいろと見ていただければなと思ってます。あとはまあちょっと時間次第なんですけども、太平洋の嵐、これも戦略系のゲームになりますけども、これが12月の確か8日8ですね、あたりに発売が予定されていたかなと思いますので、これも時間的に余裕があればねプレイの方をしていきたいなと思ってます。さあでは中国地方方面の方に目を向けていきつつ、この手取り城の防衛は何としてもしていきたいですからね。宿立ちいたしますぞ。軍勢の数的にはなんとか追っ払えそうかな、こんだけ派遣していけば。官兵もいますしね。数豊が持ってくれるかどうかだな、心配の種といえば。山内家が滅ぼされたが、となるとここで無理に戦を仕掛けるよりもきっちりとこの大御城を守るっていう方向に変えていきましょう。でいつでも大御城に出兵できるように大御城近辺に兵は集結させておいた方がいいですね。で角本城であったのかな、ちょっと角本角本城、ちょっとここ拠点情報見ておきましょう。角本城ここはもう取っておいた方がいいな。ここを取っておけばいきなり本土に侵攻されるっていうこともなくなるので、ちょっとここは取りに行きましょう。が起きてるな。ここは普通にやってるだけか。大丈夫かな。徳川と北条が同盟締結してるね。さらに徳川にも手を出しづらい状態が続いてる感じだな。お、蒲生氏郷がだだ9100の軍勢か。これで一層三木城を取り返しに行くっていうのもありだよな。ちょっと三木城取り返しに行ってみます。せっかくなんで本格的な合戦になりますけど。かしこまりました。かしこまりました。こっちの方は見事防衛になったわけだね。では非常します。撤退させましょう。で三木城を取り返しに行きましょう。でかつ角本城も取り返せるし、彼らは撤兵していくと。よし、防衛は一応できたな。信孝も返しましょう。なんとか防衛はなりそうだな。いざ参ろう。では角本城を取りに行きましょう。数はね決して多くないですからね。でこの角本城を取れば、角本城を中心に長宗我部に対しては角本城で全面的に敵を迎え撃つということをやっていきましょう。
なた方はもう終わりですね。城へ戻る。信忠はというとこの後は一層照本のいる続きなさい神吉城、神岩木城でしたっけ、ここ換気城ですね。換気城をちょっと一気に攻めてみましょう。で他は部隊を一旦返しつつ、影勝とかが機運城に攻めてくる感じか。ここは勝家とかを機運城に派遣せざるを得ないな。機運城はせっかく取ったばっかりの城ですからね、ここは絶対落とされたくない。いやー、上杉徳川とは今停戦だけど、徳川との停戦も切れるしね、そろそろ。あー、しまった。そして肝心なの忘れてたな。朝廷工作をすっかり忘れてた。我が王の城、包囲されました。どこが包囲されたって、機運城間に合わないかな。機運城が間に合わないね。機運城が取られるね、これは。そしたら機運城のお返しとばかりにえいってなるんですけど、ここは木曽福島が危なくなると思うので、木曽福島の方に秀吉を派遣していきましょう。で一気に毛利領を攻めます。やっぱりね、あの朝廷工作を忘れてましたけど、急ぎ朝廷工作を行っていきましょう。間に合ってくれ。であとは外交交渉で言うと、交渉ができるところなんてもうまともなところないもんね。となれば前線でいうと、この雑賀と洲本城が、今でいうと直轄になってしまってるんで、ここをちょっと変えていきましょう。地行で信孝に洲本城とこの雑賀城を与えますというところですね。いよいよ熱い展開になってきたな。もう大名家としては大きいところはだいぶ絞り込まれてきましたね。まずは毛利12万か、織田が15万、長宗我部が7万、上杉と長宗我部をいち早く取り込んだ方が勝ち目があるのかな。あとは北条と同盟を結んじゃうっていう手もありなの。ちょっと可能なのか見てみましょうか。北条との同盟なんてできないか。そうか、今はこの政策がないんで、ね、政策を取り行います。隣接してないから政策ができないと思うので、政策を取り行います。ちょっとここは政策をしておきましょうと思ったけど、遠行金これはやってるか、全国の大名に外交できるはやってるけど、北条とは外交ができない。参ったな。徳川と同盟結びたいよな。可能なんだろうか。
と外交を積極的にやっていきますか。外交全然やってなかったけど今まで。北条ともどう一旦和睦したい。その間に上杉と毛利を叩いておきたい。そんなとこですよね。ちょっと外交方針は今進めてる方針でいきましょう。で、あとは毛利に対して反抗作戦ですね。今回展開を始めましたので、ここでちょっとどうなるかっていうのを見ていきたいと思います。はい、というところで、ちょっと今回ね、軍団の再編成とかを最初したところはね、お届けせずに結果だけお見せするような形になりましたけども、引き続き頑張っていきたいなと思いますので、応援の方よろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。